皆さんこんにちは。ちんすぽの達人です。今回は東北地方最大の都市仙台へやってきました。アーケードが有名な仙台ですけど、昭和の香り漂う横丁などを紹介したいと思います。はい、駅から徒歩5分ほどのところにある仙台朝市へやってきました。ここは仙台の台所とも呼ばれていて、地元の人だけでなく多くの観光客も訪れる人気スポットとなっています。もともとは昭和20年に空襲で焼け野原となった仙台駅前に多くの露店が立ち並び、そこに誕生した青空市場が起源となっています。その後、高度経済成長期に入り、仙台駅前地区の都市化が進む中、生鮮食品市場として残り続けました。集客力は1日1万人と言われているんですけど、ご覧の通り非常に多くの人でにぎわっています。仙台といえば三陸の海の幸ですよね。見てこれ。すごいですね。せっかくだからいただきました。新鮮でめちゃくちゃ美味しかったです。他にも美味しそうな海の幸が盛りだくさんでした。いやー、家が近ければ買って帰りたかったですね。仙台朝市の近くにあるこの仙台銀座も仙台の戦後を支えた横丁です。仙台朝市同様に空襲で焼け野原となった場所に戦後間もなく誕生しました。昔はここにキャバレーがあったそうで、サラリーマンの明日への活力になっていたそうです。今でも昔ながらのスナックやバーが軒を連ねつつ、新しいお店もあっていい感じで混ざり合っています。ここは123横丁と書いていろは横丁と読みます。ここも誕生は戦後に遡ります。昭和21年8月にいろは横丁の前身となる中央公設市場が誕生しました。戦前の借地権者や戦地からの引き上げ者、空襲で焼け出された人などが店を出し、戦後の混乱期、仙台で最初に復興を遂げたそうです。で、ここはブラタモリでも取り上げられたことがあるみたいで、写真が飾ってありました。この奥に見える古井戸は今でも使えるそうです。で、この手前の可愛らしいタイルは龍神様で、2010年に当時の大学生が手作りしました。横丁の切れ目には外階段があって非常に味があります。この階段とかトム・ソーヤの冒険にでも出てきそうですよね。で、今はわからないんですけど、昔はここが住居の役割を果たしていたのかなと思います。で、隣接する駐車場から見ると、横丁がトタン製のバラック小屋でできているのが分かります。で、この横丁の反対側の出口はサンモール一番町というアーケードにぶつかっています。で、そのいろは横丁から徒歩30秒ほどのところに隣接するのが文横の愛称で親しまれる文化横丁です。
こはいろは横丁よりも早い大正13年に誕生した東百軒店街が原型となっています。東百軒店街の読み方が違うかもしれないので、もし違ってたらコメント欄で教えてください。にしても昭和レトロ好きにはたまらない風景ですね。すごいインパクトのある分横の提灯がありました。ここは地元の常連でにぎわう焼き鳥屋さんだそうです。続いて仙台のショッピングの中心ともいえる仙台三越までやってきました。そのすぐそばにあるのがですね、こちらの東一市場です。ここは終戦後の昭和21年に医療や食料品などを売る闇市としてスタートして、その後昭和31年には市場の土地を拡張し鉄筋2階建てのビルとしてリニューアルしました。1956年ということはあと2年で築70年なので、実に歴史を感じさせる建物になっています。で、最近では岩井俊二監督の映画ラストレターのロケ地になったそうです。そしてすぐそばには東一市場の三越通りっていうのもあります。ここも実に昭和の香りが漂う小道です。仙台は大都会のイメージだったので、昔の風情あふれる場所がこんなにあるなんて全然知りませんでした。ぜひこれからも残り続けてほしいですね。では最後に夜の様子を写真でお届けしたいと思います。はい、ということで今回は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。